桐生さん、ちょっと待ってください。桐生さんでしょ。お前は、たかし。はい。その節は、お世話になりました。ちょうど1年前、俺はサイの花屋の息子、たかしを助けてやったことがあった。たかしは、跡部組の組長の娘、京香と、 真面目に暮らしているはずだった。ねえ、タカシ、何やってんの？競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの？誰だそいつは。京香はどうした？あ、これはその、頑張って京香を幸せにするんじゃなかったのか？それは結局半端なままか。 何？ Ugh.